はい、皆さんこんにちは。佐賀キャプスでございます。プレジデントオンラインにね、こんなん出てるんですよ。これは13日ですね、18日に出た記事で、5月以降に株価大暴落、不動産バブル崩壊で一歩間違えたら世界恐慌に、森永卓郎氏ってあの森永先生ですね。ちょっと長いんでかいつまんでいきましょう。今年はひどいことになりそう。一歩間違えたら世界恐慌になると思いますよと。年始早々ガツンと目の覚めるような答えが返ってきた。まずは株価。コロナ禍3年目、悪い時期は過ぎ、徐々に企業の業績は回復していくのではないか。これに対して森永さん、いえ、今年の株価は大暴落すると見ています。ほんまですか？約1年後の年末に日経平均株価は1万5千くらいになっている可能性があります。なるかな。当初、そうですね、とはいえ証券会社のアナリストの予想は今年も値上がりを予想するものが多い。そのことについて森永教授はこう明かす。株式マーケット関連の仕事をしている不動産金融アナリストは商売上悪いことを言えないんです。彼らから本音のベースの話を聞くと、今年5月から6月以降の株価が下落すると見ている人が圧倒的に多いですね。おまかいなと。あのね、証券会社系のシンクタンクはね、下がるとは言えないんですよ。みんな高所恐怖症になっていることは真実。だから一旦下げのトレンドが生まれたら加速度的に下がっていくと思います。鍵を握るのは米国の株価。森永教授によれば、アメリカの株価が大暴落間近という状態なのだという。これはまあそうかもわかりませんね。ちょっと無理をして上がってる感じがしますね。現在アメリカの株価は明らかにバブルなんですよ。シラー PER という株価の割高割安感を判断する指標では、その値が25倍を超えるとバブル水準なんですね。シラー PER とはノーベル経済学賞を受賞したロバート・シラー教授らが生み出した指標で、株価割るインフレ調整済みの過去10年間の一株当たりの純利益の平均値で計算される。過去10年の平均値を用いることから、その値が高いということは現実的に見て割高感がある、つまり過熱感を意味すると。シラーケースとかなんか聞いたような気がしますけどね。アメリカでは昨年の時点で91ヶ月もそのバブルが続いているんです。なおかつ昨年末の段階でシラー PER が39倍なんですね。だからアメリカの株価はかつてないバブり方をしていると考えるのですと。アメリカ株はいつバブルが崩壊してもおかしくない段階です。春には FRB が金利を上げるとも見られていて注目されています。それがバブル崩壊のきっかけになる可能性が一番高いと思っています。うわ、怖っ。アメリカの株が下がれば日本は必ず道連れになる。だから今年はすごく危険な年だと思います。3月にね、利上げするのはもうほとんど織り込んでるんちゃうかなと思うんですけどね。ただ 0.25 ではなくて 0.5 かも分かりませんし、3月ではなく2月かも分かりませんね。その他で中国の話ですね。中国ロシアの話。中国の不動産大手の恒大グループは経営危機に陥っていますが、経営破綻すると世界経済に影響を与えるでしょう。ロシアがウクライナに侵攻する可能性や中国と台湾をめぐる混乱も報じられています。ロシアのウクライナはほぼありだと私は見ていますけどね。国内、オミクロン株の感染爆発やすと直下型地震が起きる可能性もあります。それは分からんやん。何がきっかけになるか分かりませんが、私は年内のどこかで必ず何か不測の事態が起こると思っています。気をつけておいた方がいいと思いますよと。そのオミクロンの話はちょっとの端折りましょう。そう、岸田政権の成長と分配の好循環政策ですね。これについて森永先生、本気で分配を重視するんだったら消費税を下げれば絶対に好循環が生まれるんですが、岸田さんはそれもできないですよ。財務省の言うことを聞いてしまうから。そう、そんなできるわけないや、そんな。消費税下げようと思ったら財務省敵に回さなあかん。財務省敵に回したらね、財務省はね、あれ、岸田卸に動くんですよ。
今年を占うキーワード、私自身、非東京感、私自身、これはもうモッサンの話はええで、ですね、もうちょっといきましょう。首都圏の人口減少についてですね。経済や天変地異のショックが生じたとき、どこが経済を支えるかというと、非東京の人たちなんですよと。これも飛ばしましょう。地方に移り住む人の話ですね。この方も所沢ですからね。週に1回東京に来てるというふうにおっしゃいましたけど。マンション高くなりすぎたという話が出てきますし、いよいよ不動産か。いよいよ不動産、普通のサラリーマンが買える値段ではないですよって、こう値上がりした話ですね。賃貸マンションだって東京はワンルームで7万円も8万円もするわけですよと。もっと高いよ地方だったら一戸建てを借りられますよと。地下のバブル崩壊も近づいているというについて、森永先生、日本の路線価が高いのは東京銀座5丁目の書画用品店、旧居堂ですね、文房具扱う旧居堂前の銀座の中央通り、もうすでにバブル時のピークの値段を上回っているんですよと。で、銀座はもうすでに下げの予兆が始まっているんです。今までの常識が通用しなくなることが多分起こってくるだろうと思います。銀座が下がることについては私もそう思います。多分今年は工事地価とかで、工事地価はまあ前追いつかないかな、その次ぐらいで下がるんちゃうかなという気がしますね。つまりそこからの高いテナントを払うだけの価値が今なくなってるわけですね。あの人が少なくなって物が売れなくなって、東京脱出の話ですね、やっぱし。あれ、ここで不動産終わってる。なんかな、なんかな。マグロの話が出てますね。一番マグロが今年はですね、1688万円。前は3億の時もあったんですよね。なんでやろうと。一番マグロの経済学を森永教授はこう語った。ちゃんと経済合理性が成り立っていると思います。寿司三昧を経営する清村が3億円以上で買っていた頃は、それを一人一皿という形で提供すれば大行列ができたんですよ。結局単品で出したら大赤字なんだけども、それだけを食べて帰る人というのはあまりいない。他の寿司も食べるからと。あの、マグロって別にね、一番先やからって美味しいわけじゃないでしょ。まあ、良さげなマグロを出すんでしょうけどね、一番は。でメディアが殺到して知名度が一気に上がっていくので、広告宣伝費と他の商品の売上増の効果を含めたらそんなに悪い投資ではなかったんですよ。ただ今同じことをやっても客が大行列というほどには集まらないんです。密を警戒して、これもコロナ禍を境にしてそれまでのセオリーが通用しなくなった例かもしれないと。結局1600万ぐらいやろうと。お、これなんとアイラドットから来てるんですね。私はプレジデントオンラインで呼んでますけど。はい、ということで終わりました。なんかあの、不動産についてはふによなんて感じで、あの、マンションが下がるということに関しては、地方移住するから下がるという、それ、森永先生、あんたが地方移住してるからやろうって話ですね。で、5月、株価はね、そのシラ PR というのはですね、その係数がやばいところに来てますんで、5月暴落説っていうのは、ある程度こう、説得力はありましたけど、地価暴落はですね、ちょっと説得力なかったな。確かに銀座で下がりますよ。多分下がると思います。もうすでに下がってるのかもわかりません。どうでしょうね。お水のビルも、今売り物しかないんちゃいますかね。買う人って、今お水のビルを買う人ってよっぽど勇気のある人ですね。また元に戻るまでには 2年3年かかるでしょうし、このさっきも言いましたけど、飲みに行く文化というものがこう完全回復はしない。完全回復が100だとしたら80ぐらいで止まるんちゃうかなと。つまり
ほとんどの飲み屋さんは平均 20% の売上減になると、うん、20% を境にそれはね、頑張るところ頑張らないところありますけど、だから銀座というところもですね、うん、その元の価値に戻るまでには一旦ガーンと下がる、うにゃーっと下がってまたしばらく上がっていくみたいな、そういう感じになるんではないかなと思いますね。はい、ということでこの、プレジデントオンラインのサイトを貼っておきますんで、飛ばし飛ばし読みましたので全部読みたいという方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございました。